こんにちは、蒲原さとみです。今あの、ラジオのアーティストボックス、今日は福山雅治特集をとっておりました、えー。このスタジオから今日話し方プチレッスン、ただ一つお伝えしますね、ポイントあの。約10メートルとか、約っていう一文字ありますよね。これは漢字が出てきたときにアナウンサーは必ずおよそというふうに言い換えています。なぜか、わかりますか。約10メートル、よく聞いてください、約10メートルですよ。 110m って聞き間違える人は結構いるんですね。なので必ず、例えば5個、約5個っていうのは105個に聞こえないようにとか、そういう意味合いで必ず約という漢字が出たらおよそに言い換える。これはおすすめです。特にビジネスではね、あの認識が変わってしまうと大変なことになってしまうので、ぜひあの気をつけてみてください。今日のワンポイント話し方レッスンでした。ありがとうございました。